方ドイツ代表、日本に負け監督が変わった途端覚醒してしまう。国際親善試合が14日に行われ、アメリカ代表とドイツ代表が対戦した。9月から就任したユリアン・ナーゲルスマン監督の初陣となったドイツ代表。プリシッチに先制されるも、最終的には 3-1 で危なげなく試合を締め、ナーゲルスマン体制は白星スタートとなった。監督がダメだっただけかよ。監督いない方が強いんじゃなかったのか。全部解任されたやつのせいっていう流れができてきたな。次のメキシコ戦で大体わかるな。アメリカでわからん。ユーロ優勝すんの？じゃあ日本のおかげじゃん。トルコもクロアチアに勝ったし日本に負けるのは良い薬なのかもしれんな。アメリカが過大評価されているだけ。ランキングが15は盛られているのがアメリカ。古豪ドイツに勝てない偽黄金期アメリカさん。実際今の日本と対戦するのは良い刺激になると思うよ。油断したら4点取られるって緊張感すごすぎる。監督を解任したいチームは対戦申し込んできそう。来年またドイツとやろう。